皆さんこんにちは。進化理論開発部研究員の浜拓と、今日は自分でネクタイを結べました研究員の岸光です。よろしくお願いします。本日もご乗車いただきありがとうございます。このチャンネルでは進化理論の研究開発を行っている僕たち2人で、進化理論の最新おもちゃ情報を最速で皆さんにお届けしていくチャンネルでございます。はい。さあ、そして今回は満を持してついに解禁となりました、こちら進化理論チェンジザワールド E8 翼ドローンフォームを紹介していきます。いやー、あの新型の新幹線がついに進化理論に登場ですね。もう一進化理論好きとしても E8 って言えるのがすごい嬉しいです。嬉しいですね。はい、それでは早速紹介していきましょう。はい、まずは新幹線モードからです。おー、このカラーリングいいですね。 E8 系は2024年の3月に運行を開始した新型車両です。はい、E3 系のイメージを受け継いだこのパープルと、はい、ノーズから伸びたイエローの彩色が特徴的ですよね。そうですね。はい、僕も先日 E8 系乗ってきたんですけど、はい、内装もめちゃくちゃ良かったです。いや、僕も乗りたいです。ぜひ乗ってください。はい、それでは気になる進化理論モードも見ていきましょう。超進化フライホイール接続チェンジ進化理論。シンカリオン E8 翼シンカリオンモードの完成です。いやー、手足もこう車両をイメージさせるパープルでかっこいいですね。ついにシンカリオンになりましたね。なりましたね。見てください、そしてこの凛々しい顔。額には数字の8を思わせるゴールドの装飾を施してあります。はい、腕のラベル部分にも8が隠れていたりするので、ぜひ皆さんも探してみてください。はい、続いてエルダドローンです。こちら近年研究が進んでいる線路設備点検用のドローンをもとに開発された新たなエルダビークルです。この4枚のウイングが特徴的で、よく見るとウイングの中央にはプロペラが造形されているんです。よくぞお気づきになられました。このクリアイエローとブルーのパーツを挟み込んでいるのがポイントです。裏側を見るとね、こんな感じでディティールがちゃんと裏側からも見えるようになってます。やっぱり空を飛ぶビークルなので、手に持った時に光がね差し込むことでディティールがねこう浮き彫りになってくるのがポイントです。こだわりです。 あとなんといってもエルダブルートレーラーと違って見えるように配色を意識しました。あとそうなんですよ、これがね実はまあ、こんなかっこいいドローンが合体したら一体どうなっちゃうんでしょうか。まあ、早速合体させていきましょう。エルダドローンビークル合体。ビークル合体。完成。 E8 翼ドローンフォームです。いや、背中に羽がついて一気に印象が変わりました。もうね、飛べるのが一目でわかります。背中に装着したクリアパーツだったり、足に装着したこの大きな爪、ね、かっこいいですよね。そうなんです。足先の爪は近接攻撃用だけではなく、こう着地して立った状態で狙撃するときに機体を安定させる役割も担ってます。そうなんです、あと実はこのホーネットライフルの内側にもクリアパーツが入っているんです。こだわりです。はい、ドローンのように自由に空を飛ぶことができ、遠距離射撃が得意な合体フォームになっています。はい、今回は E8 翼ドローンフォームを見てきましたが、はい、E8 もこのようにエルダビークルを組み替えてみたり、 SRG 合体を楽しむことができます。はい、こちらのように青色同士で組み合わせてみたり、 E8 とトップリフターを組み合わせてみたり、 H5、E5 はやぶさと SRG 合体をするのも意外性があって面白いですよ。皆さんも E8 翼エルダドローンを使った自分だけの合体探し出してみてください。はい、それでは次回もチェンジ進化理論。バイバーイ。まだ語りたい。